はい、おじでーす。さあ、今回はね、これ、変更サングラス、タイムセール情報になります。動画をね、作ったんだけども、品番が違うとかね、担当者さんに言われちゃって、動画没になったので、もう、インスタント紹介、ね、時間が限られたものしかないので、アシン番号はね、教えてくれないので、みんな同じタイトルでバーっと同じようなのを出すからね、わからないんだよ。Amazon の中に入ってる紙、タイトルみんな同じだから。ね、そんなわけで、まあね、もう一から作るのは冗談じゃないのでね、まあ紹介したいと思います。エントリーナンバー1番。これね、まずはこれ、超高サングラスになります。で、超高サングラスはね、これじゃないね。よいしょ。はい、このタイプになります。ね、で通常紫外線がないところではこのように、透明です。これね。で紫外線に浴びるとこれがね、ちょっと待ってよ。このね、こうサングラスになるということです。はい、これね、こうして紫外線を当てるとね、今こうしてね。紫外線は出てまーす。くる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 。はい。わかる？紫外線が出てるの。ほら。買ったのわかる？買ったでしょ？ね。ほら。わかる？これもうちょっとね、濃くいけばいいんだけどね。はい、こんな感じで変わったでしょ、ほら。ね、こうやってね、色が変わります。紫外線が強くなると変わるんです。で、あともう一つね、はい、これね、これが入ってます。で、これが、よし、ちょっと、どうして、ほら、見えるでしょ、ほら。ね、紫外線をカットすると、このように綺麗に見えるんだよっていうね、手品みたいなやつが付いております。はい。そんなわけで、こちらのバージョンは、これ、ね、変色するタイプになります。でね、まあ、特徴としては、ね、何が特徴かっていうと、これ、イエロー変更レンズだの、これ。あんまりちょっとよくわかんないけど、イエロー変更ではないよね。だからこうやっていろんな商品のやつがね、ミックスでついちゃってるから、これイエロー変更じゃないでしょ、これ。違うでしょう、ね。全然違うよ、これね。はい。まあ本当ね、ここのショップさんね、全く違うやつをこうごちゃごちゃにして売ってるから、説明ページめちゃくちゃ、ほんとね、わかりにくいんです。で、大きさなんだけれども、これね、フレームが140ミリ、ね、ここが140ミリだそうです。で、パッドの鼻当てはここは16ミリ、ね、そしてレンズの幅は67ミリということです。ね、はい、で、ここのね、この長さは130ミリということで、レンズの高さは39ミリということです。これね。はい。まあ、ここの形がね、なんか微妙に違うみたいな、なんか色々あるみたいだけどね。で、これが今タイムセールをやってますよということです。はい。で、タイムセールの値段は明日までね、2304円ということです。で、おじいが過去にね、紹介したね、同じようなのはないよね。過去にね、黄色から黒になるっていうね、それが結構人気があったんだけど、2100円ぐらいの。それは、ないね。ほら、だから黒に、ここら辺も一緒になっちゃってるんだよね。これが多分、ほら、だからここの出品者さん、入れる種類があってめんどくさいから、トップ以外は、全部いろんなものをごちゃ混ぜにしてやってるから、こんな出品してるようじゃダメだと思うよ。
内容が違うので、この商品を見たいっつってクリックしてるのに別の商品の写真とか説明が出てたら、これはダメだと思うよ。本当だら知らないと思うよ。こんな売り方してるようじゃね、ダメだと思うよ。この商品を見たい人がこうやって見るわけでしょ、こうして ね、 でね、お客さんの気持ちになったらあれよ。でイエロー変更レンズって書いてあってね、こんなの全然違うじゃん、これ形も違うじゃん、これね、これもだってこう違うじゃん、これじゃないじゃん、ね、微妙になんか番号違うって言うけど、全然違うものこうしてやってるじゃん、ね、わけわからんね。はい、そんなわけでこれはね、セット内容としたこの入れ物とレンズ拭き、そしてね袋がついてます。はい、でこれのシリーズでもう一つね、なんか人気があるよって、これかな、このブルーのタイプが来ております。はい、でこれは調光ではありません、ね、これは調光ではありません。これやってもね、こう変わらないです。もう元々ね、はい、このようにね、こうサングラスバージョンになってます。はい、ここのね、ここのとこ見てもほらほら、これで透けて見えるけど、こうするとほら真っ黒なんでしょ、ほら見えないでしょ、これね、ほらね、これが変更です。でこのバージョンもありますよということで、まあ、これが人気があるんだよって担当者さんは言うんだけどね、まあ、おじいがつける面白い顔になっちゃうのでつけないけどね、まあ、こういったものもあります。でスポーツサングラスメンズ変更ね、でレディースって書いてあって、まあ男女兼用、なんだっけ、ユニセックスって書いておけばいいのに、メンズレディースってどっちなんだよっつってね、よくわかんねえんだけどもね、はい、でここのところはね、鼻のところはこれ調整することができます。はい、これは金属かな、一応、あ、金属っぽいな、うん、ここは、うん、ここはね金属っぽいね、ここはね、ここはここも金属かな、なんかアルミっていうかプラスチックかな、うん、すごくね、超軽量なのは確かです。ね。はい。こっちはもともとのサングラス。で、セット内容はね、同じです。メガネ拭き。ね。そして袋、ケース、ね、ついてます。で、あと、中わかんないけど、これがおまけでくっついてます。はい。で、あとね、これとは別に、今、タイムセールになってない。これは今、タイムセールになってるんで、これは2064円です。ね。で先ほど紹介したこっちの方は2304円です。で、もう一つね、あるんです、実はね。はい。番も違うじゃないの。これ、同じじゃん。番号違うじゃん。ちょっと待って、大丈夫これ。レディースの方は、レディースの方は教えないんかい。足番号を教えてっていうのにわからないとか言ってね。で、4個来て、これとこれなんだ。シリーズのやつなので、これしか来てないので、で、またこっちの動画作ると、またそれ違うってケチがつくんで、一応ね、このショップさんの、このね、このショップさんの、このトップのところの、このリンクを貼っておくので、各自見つけてください。で、おそらくこれに似てるんだけども、今ここに、また違うってケチつけられて嫌なんで、ね。で、これは、
これ折りたたみなんだけども、この形式がついていますね。でメガネ拭きがついています。はい、で袋がついていますね。で紫外線のこれがついていますね。はい、メガネがついています。でこれは折りたたみのケースなので、箱の中にこうやって入ってます。でこれをこうして組み立てるとね、はい、こういうケースになります、ね、これは結構びっくりした、あのベリーだね、うん、はい。で、まあ、男女兼用とは言うんだけどもね、一応これも今こんな感じなんだけど、よいしょ、ね、はい、これもね紫外線浴びると色が変わるそうです。これ本当弱いな。はい、こんな感じ、ね、ほらね、色変わってるでしょこれね。はい、で、もう一種類、ね、色違いがあります。メガネ拭きがあって、ね、袋があって、ね、で、これ、ね、紫外線のやつもついてます。で、これは、透明ではなくて、はい、こんな感じ。だね、おそらくこれだと思うけどね、たくさんあるからさ、似たようなものがいっぱいあるからさ、あのこの17ページの中から、どれだよって言ってね、おじいがまたトップのやつかなって見るとまた違うって言われるから、どれか分かんない、どれか分かんないけど探してください、ね、とりあえず似たようなやつがここにあるけど、先端がなんかねちょっと違うような気もする、ここまで曲がってないような気がするので、わからないです。番号教えてもらってないからわからない、ね、でもこういう見た目がね同じの色違いが2つあります、ね、はい、こんな感じでね、もう微妙な色の違いなんで、ほらね、こっちが普通の透明色で、こっちがこうちょっとブルーっぽいので、これね、まあどちらも紫外線対応なんで、じゃあこれはどれぐらい違うのかっていうのを、ね、見てみましょう。はい、こんな感じかな。はい、ね、日差しが強ければ強いほどこれがね濃くなります。これ自体がそんなに強くないから、あのそこまで変わらないよね。はい、そんなわけで、これはねいくらなんだろうね。ここは2278円でなってるけど、これじゃなかったらまた怒られるしね、でもそんなに高いもんじゃないので、まあ多分これが、まあ、大体あのこれはまだ今タイムシェールやってないっていうね、こっちの2個は明日までタイムシェールをやってやすいんだけど、こっちの方はまだタイムシェールがねちょっと先っていうことなんで、一応分けて作ろうかなと思ったのね。まあでもこういう状況なんで分からないので、ね、まあ一応2種類ありますよということで、で共通して言えることはね、はい、まあとりあえずここがねしっかりと作ってありますよっていうね、でここがこう30度ぐらいね勝手に曲がりますよっていう、まあこういうのもね売りになってるみたいです。はい、よろしいでしょうかね。ごにょ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 、今のやつでもみんなそうだよ ね、 ね、こっちのもほら全てね、はい、こんな感じになってますね、いいでしょうかね。というわけで今回は今シール中のね、これそして、間もなくシールがね、近日始まるかもしれませんね、これはい、これがあるので、まあ、一応こういったものもありますよということで、このショップさんのトップページのリンクを置いておくので、これかなと思うものを各自皆さん探してみてくださいね、お茶もこれでもう目いっぱい限界です。はい、じゃあ終わりたいと思います。
最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。